はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日もおににゃんこはね、お気に入りのケージの中です。はい、えーとですね、皆様、面白い記事を見つけました。はい、やっぱりひとりごとさんのブログからなんですけど、なんと、コロアンティーナ関連製品すべてが、はい、環境汚染に一役買っているという記事です。はい、つまりね、あのー、いろんなね、えー、まあ、 ああ、フレームレアから始まって、え、例のね、ピーなんちゃらのね、キットの、あの、プラスチックですね。はい、大量に出ています。はい、大量です。もう、あの、SDGs とかに反しますよ、これ。はい。 SDGs やるって言ってますけど、えー、これ、これね、コロアンティーナの関連製品だけで、えー、環境を破壊してますので、はい、ゴミがすごいみたいですよ、どうやら。はい。もうね、あの、普通に処理できるゴミもあれば、あ、そうでないゴミもあり、本当にちょっとやばい状態になっているみたいです。えー、環境汚染の原因になってます、これ。はい。えー、笑い事ではありません。あとですね、 メロンです。使い捨ての。はい。使い捨てのマスクメロンですね。はい。えー、メロンちゃんです。はい。メロンちゃんも、お環境汚染の原因です。はい。あれも、毎日大量のメロンが、あ廃棄されているので、まあ、使ったら捨てますからね。えー、それだけの分量で、かなりの量の環境汚染になるそうです。あれ、あのー、詳しく言うと、あのメロンって不足布なんで、 はい。あのー、不織布っていうのはね、結局、石油製品なんですよ。はい。えー、いわゆるプラスチックなんです。はい。えー、紙なん、紙ではないんですね。はい。なので、えー、やっぱりね、マイクロプラスチックとかになっちゃうんですよ、これが。はい。というわけでね、えー、このね、えー、コロアンティヒナの対策すべて、はい。 えー、いわゆる無駄遣いと環境汚染に使われたということになってます。そしてですね、セ、えーブザクイーンの国なんかでは、あのー、あれですね、人工のね、人工のね、えー、こう、なんていうのかなあ、息吸ったり吐いたりするあの機械ですね。あれも非常に無駄遣いになったということで、えー、もう、あり余ってるということです。 本当に、えー、なんていうのかな、おかしなことが、あなんていうのかな、もう進行しています。はい。えー、一方では、環境保護しましょう、環境保護しましょうって言っておきながら、あ一方ではね、え例のコロアンティーナのおかげで、はい。えー、なんていうのかな、いろいろなね、フレームレアとか、あと、例の、あの、ピーなんちゃらのね、えキットとかでね、えものすごいゴミが出ていると。 はい。そして、えー、極めつけも、極めつけではないかもしれませんけど、メロンですね。はい、メロン。はい。こちらの方も環境を汚染しているということです。はい。まあね、しょうがないです。もうね、早めにね、メロンなんかは、あーもう、<laughs> やめましょうよ。はい。で、もうどうしてもしないきゃいけないときは、ね、あのー、ね、 えー、ちょっと厚手のね、えー、布とかで作ったあ、繰り返し使えるものにした方がいいんじゃないかと思ってます。はい。えー、ものすごい環境汚染の原因になっているということです、えー。ちなみに私は週に1回しか、ああ基本的に、ね、週に1回だけ、はい。えー、まあ、ちょっとあの乗り物に乗ってね、出かけないといけないので、その時だけ、えー、使い捨てのを、 あの、何て言うのかな、カバーをして、え、つけています。はい。え、例の CA 防止ですね。CA。はい。え、それ以外は大体、あのー、布製かね、ウレタン製のをつけてます。はい。<laughs> まあ、そういう感じです。はい。まあね、皆さんちょっとね、 えー、これ環境汚染の原因になってるっていうことをね、アウト政府はね、考えてないみたいですね、全く。でも計算したらものすごいゴミで、えー、ものすごい環境を汚染する原因になっているという。はい。そういった、ああ、二つのね、矛盾した側面が、出てきていますよということです。SDGs もこれ、まずね、えー、これやめないとダメですね、SDGs もね。 はい。s d ーズもお、このね、えー、コロハンティーナの、あのー、いろんなね、タイのサクサクをね、やめないと、s d ーズできないんじゃないんですかこれ。はい。いくらね、あのー、削減削減って言っててもね、あのー、CO2 削減って言ってても、こういったゴミが大量に出るんだったら、あー、もうできませんね、これね。はい。もうちょっと考えた方がいいと思います。はい。 それでは皆さん、こちらの記事もね、貼っておきますのでえ、興味深いのでね、ぜひぜひ読みに行ってください。はい、沖縄おばばでーした。